はい、ピースケでサクスペやっていきますということで、待ってました花丸高校配信決定でございます。来週からみたいですね。はい。で、まあ、投手校で、もう経験点がめちゃめちゃ、まあ、3万以上は余裕かな、わかんないけど最初ちょっとわかんないけど、まあ、割かし出るような感じの高校になってます。で、復帰が必須かな。うん、スタミナ変化時代になるとは思うんですけど、まあ、ちょっとイベキャラがねコラボで来ないやつとかが多分結構いて、その辺がどうなるかなっていうのと、うん、ディズニーとか二次三次とかなんかいろいろあるんですけど、まあ、来なそうなのが結構いるので、まあ、そこがどう変わっていくかっていう感じのところですね。はい。まあ楽しみで、投手校で、まあ、あとなんだっけ、ちょっとフリートみたいな遊び方もできるので、二刀流育成みたいなのもできるかな。うん、敏捷めちゃめちゃ、筋力、敏捷、技術、変化、精神、全部カンストみたいなチャレンジしてる人とかもいたので、そういう遊び方もできる感じの高校になってます。はい。で、まあ、あとは動画出していくしかないかな。はい。ということで、はい、情報がね全然ないんで、まあ、金徳これもらえますよっていうのあるんだけど、一緒ですかね。うん、勝利の星だったっけ、ちょっともう覚えてねえようん、多分全部一緒だと思うんだけど、うん、そんな感じです。で、多分勝利の星と一発逆転王は花丸キャラ入れてねってことだと思います。はい、楽しみです。で、ホワイトデー来てます。で、キングアーサー持ってない人はちょっと引いといた方がいいかなっていう感じだと思います。はい。30キャラってどんな感じ、わかんない。まあ暁キャラちょっと欲しいっちゃ欲しいけどね。どうしたらいいんだろう、わかりませんで、ホワイトデーウィークです。はい。まあ、花丸待つ感じにはなるかな。なんで天空で野手できるだけ作っといて、あとは備えるって感じかな。いやいやいや、花丸来ましたね。ちょっと絵柄とかがちょっと変わっててかっこよくなってたね。で、ホワイトデー、ホワイトデー、ホワイトデーですね、ホワイトデーですね。選択権あんのかな、選択権はないですね。はい。まあハゲゾウですね、出たらいいなってとこで。はい。で、投手がね俺めちゃくちゃ弱いんで、まあ、花丸来たらちょっと速攻、ガンガン作ってって、まあそれで13万にしようかなっていう感じでございます。以上です現場から以上でございました。で、花丸関係の動画を今週ちょろちょろ載せていけたらと思いますんで、はい、ぜひチャンネル登録してお待ちください。よろしくお願いします。では皆さん、小さい成長お過ごしください。バイバイ。